我々末広がり図と申します。いよー、こたびはテレワークというもので千里眼じゃなお主、間合い入らずの大号令が出ておったからの、ソーシャルディスタンスじゃな。実はこれ同じ階におるゆえ、もうそこにおるのじゃ。千里眼でデカ盛り大食いに挑戦じゃよ。おー、また大食いか。店に行くこともかなわぬゆえ、調理担当を三島お主にやってもらうのよ。それがしか調理でして、お主は何をいたすのよ。ただただこのようにして見守る係じゃよ。これはもう料理ではございませんぞ。あんなだれ、どうじゃ、皿と盆の境目も見えぬ。いただきます。これが誠にお主が作ったとな。そういうことよ。見た感じこっちの方が多く見えるかな。確かにの、誠に二山あるからの、それがし一山じゃ。あんはそれがし自信がござるぞ。一回我ら完食しておるからの。こういうあんかけ焼きそば、あんかけそばはもうお手の物や。そうじゃの、分かっておるのよ。いただきまする。うん、どうじゃ、うまいじゃろ。うまうまいじゃろ。めちゃめちゃうまい。ほんま店のまことのあんかけじゃ。これも普通にうまいぞ。いただきます。お主が自らこしらえたの、うまし、のこれはうまい。麺を揚げたのが良かったのかもしれんの。買わずに自分で作ったのが功を奏しておるのよ。野菜の歯応えがベスト、最も良い状態で野菜が上がってきておる。本当に店で出ても全く遜色ない。さすが。じゃあ焼き飯もいただきましょう。焼き飯もうまい。あ、うん、一番うまいかもしれん。良きかな。ちょっと薄いかもしれぬと言っておったの、ちょうどじゃよ。これ以上濃いとあんの邪魔をいたす。うまし。あんばっかりじゃそれが。いや、麺ばっかりじゃよなあ、お主、これ抹茶色じゃないではないか。おこげ。うん、揚げ、うわ、お前、1個大きいの、これ。申しておったサイズか、これ、ちゃんと。それ、10個入っておるのよ。ちゃんと交互に分けたやつだろうな、お主。うん。どうじゃ。おこげがいいぞ。うまいじゃん。サクサク。うまい。お主、おこげ、あと何個残ってる。ほら、もう4つじゃん。俺、それがし3つ食べたの。7つ入れたの。いやいや、それがしのとこに4つ入っとったからな。じゃあ、6つか。え？おこげ増えた説あるわ。え？それがし、まだ3つ残っておる。え？おこげ出てきたぞ。おこげは増えるのよ。ぷよぷよみたいにこっちで処理したそっちにブヤーンと行く。バヨエーみたいなやつじゃろ。やってるのではないか、その。まあ、ちなみに四千頭身殿、やつらは一人 1.4、1.4、1.8 を平らげたと。 1.8 だからな、それが。で、お主が 1.7 じゃん。四千頭身の年齢知ってるか、お主。3人足してもそれがしら2人足したのより低いんだよ。衝撃じゃった、この間年齢見て。まあ、我らオールドルーキーじゃからの。ちょっとおこげかけて和風変換遊びやるか。負けた方に、勝った方からおこげ1個じゃ。おい、1個でもでかいからな、おこげが向こうに行くというのはの。おこげが正直一番きつい、俺は。うん、なれば、おこげをかけて、和風変換遊び。テーマは漫画、アニメのタイトル。こぼれました。参りましょうぞ。お、色筆のおしん。クレヨンしんちゃんかな。あれは。正解じゃ、色筆のおしん。炊事の父上。ゴー。
クッキングパパじゃん。クッキングパパじゃん。ご名答。炊事父上じゃん。炊事の父上じゃよ。うん、水平ゴロモの家具や。水平ゴロモ？家具や。セーラームーン。あ、ごめん。全然違うじゃろ。家具や。いやいや、あれ。月の感じ。月の感じじゃろあれ。浮力家強打者保守。4、3ドカベンドカベンだこれ終わらぬのよ。だから明日の検討士ジョー、明日のジョーじゃん。でジョーって言うなお前、ジョーとか言うから分かるのだよ。でも逆の方がやっぱこのあーとかなるんじゃないか。それを変えるこちら葛飾区亀有公園前初知事3こちら江戸の中洲にござります奉行所でございます。変えんでええとこ変えてんのよ、地名とか。亀も横にございまして。うわもうかなり腹いっぱいになってきた。じゃんけんしよう。いやいやいや、昔じゃんけん。何昔じゃんけん教えてくだされ。もう宮部に行ったよ。栗栗これこれじゃん。これだな、うん、松栗松で、これは屏風じゃん。宮部に松グリーングリーンこれ、あ、栗栗松松松屏風。あそれで揃って揃った時にことむき。あ、なるほど。それでいこう。あ、名前何にしよう。これな。これ元の名でグレーン。みやびびにしよう。みやびびび。では参りましょう。みやびび。はじめ。みやびび。屏風屏風松。ことむき。みやびび。松松栗。みやびちゃことむき。みやびちゃことむきことむき。それがすよ勝ちじゃよ。もうみやびじゃないのよ。大丈夫か。もう三国が入り乱れて。自分に向けてメシテコールやるわ。セルフメシテコール。めめめしてめめめして一粒残らず、めめめしてめめめしてめめめして平らげて。やるか、みやびっぴ。一覧みやびっぴ。あ、あ、私、俺もこれでだ。これ伏せとこう、みやびっぴ。みやびっぴ松松屏風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 くりくりくり屏風ことむき。はい、早かった。はい、もうこれはもう完全にくそー。温め直しはどうじゃ。なるほどな。うん、あ、それがし、温めてやろう。一旦ここに皿を。上様お願いいたします。うん、では、うん、全然違うから結局温度じゃよ。いや米もそれは入っておったからな。これで絶対に食いやすくなったはずじゃ。うん、どうじゃ、温め直したら食えるじゃろ。うん、もうでもそれがちゃんと三口ぐらいだぞ。一杯頼んでいいか。いや、お主マジ奮起せよ。気合で負けてるのよ。まあそうか、ちょっと奮い立て。ここはさそう、三島が強いのこれ。うん、うまい。完食じゃー。いやー、すごい。あとはお主待ちじゃぞ。うん、分かっておるのよ。奮起せよ奮起せよ奮起せよ。うんうんうん、おー良いな。まあ肉とかがあるのよ、麺と。
もうまことに無理じゃった、それがしが食べてやろう。これだけ、おこげだけ、おこげだけ、もうよい、もうよい、もうおこげはよい、おこげだけお願いします。もうこれはおこげ、みんなそれが食べておる、絶対に。いや頼む頼む頼む、7つのおこげ集めしものを願いが叶うのよ。ないのよその。いや今後プロフィールにおこげって書いていいから、もう特技おこげって書きたないのよ、特技おこげって。心配やったのよ、このおうち時間でもうもしかしたら大食いできへん体になってるんじゃないかというのが、案ずることはない。だいぶこれ入れるぞ、入れよう、よしこれ入れて書き込んで終わりじゃ、よし、うん、いったいったよっ、うん、日本一反則にござりまする。うわー、食べた、久方ぶりの大食い。マジで三島が多くいかんと絶対無理や。いやいや、いったいった、 1.8、 さらに、うん、おこげ7。担当ディレクターに何か言いたいことはございますか？いつでも大食い待ってます。